その敬語目線の方ではかなりアウトローのあのディープな話をしたので、渋谷のねあのことで関東連の話したので、あの自分とか自分の周りの先輩たちが先輩とかね、あのどのぐらいの力があるのかみたいなのがよくわかると思うんですよ。でやっぱ偽物だ偽物だとか言われるじゃないですか。今でも言ってくるやつとかいるし、いやなんか別にそんなみたいな。でもちょっともう今日はあの内田みのるさんも野村さんが電話してくれて、まあ、のみのるさんはちょっとプロダクションのことであの関係してるから、あのちょっとパーティーの方はちょっとダメだっていうことだったんですけど、ね、ちょっと残念な感じだったんですけど、まあそれまあ、しょうがないですかね、あの生活のためで。でちょっと多分ね、ちょっとね、あの俺が名前を使ったことに関してちょっと怒ってたっぽいね。あのそういう感じがあった、なんかえみたいな感じで。だけどミノルさんも多分ね、そんな俺がどんぐらいっていうか、なんか俺もすごい仲良くさせてもらってるじゃないですか、のぼるさんねとあのあきさんも。だからなんかね、ちょっとね誤解もあったね多分ね。だけど